ですね、近況報告をしたいなと思っております。本当に今日まさにさっき劇場も尽くしてからエターナルのですね公開記念舞台挨拶をさせていただきました。日比谷の映画館でやらせていただいたんですけども、まあこう大阪からそのね登壇させていただいてきて、すごくたくさんの人にやっぱりこう美しい彼って、ね、愛されているんだなっていうのをやっぱこうこのしっかりと目で見て肌で感じましたし、うん、だ本当ね すごいですよね。改めてこう僕自身も映画を見ましたけど、そのこんなにも綺麗な世界が100何分の中には広がっていて、こう2人の世界ではあるんですけど、またこうね野口さんだったりとかアンナさんだったりとか、それぞれのそのバックボーンだったりとかストーリーもあって、すごく見応えのあるものになってるなと思いますし、うん、何より本当に僕はその清居を演じることができて、うん、ね、清居としての時間をね生きることができてすごく幸せだったなと、もう何回でも何万回でもきっとこの先思うと思います。うん、まさに今も思っています。はい、だからね、ぜひぜひ劇場に足を運んでいただいて、まだ見てない方も見た方も、この作品がロングランになればいいなと思います。たくさん見ていただけると嬉しいです。美しい彼、劇場も美しい彼、エターナル、何卒よろしくお願いします。